おばさん、あらあら、私がもう20歳若かったらあなたを着てあげるんだけどね。どうですか、龍子くんの様子は。どうにもこうにも俺にはよくわからんです。ただ心臓を引きずり出された時の傷ももう治ってる。なんというか人間じゃありませんな。なんだと。落ち着きたまえ。たとえ言葉が通じなくても気を失った龍子くんを我々の元に運んでくれた君の気持ちは分かってる。ま、眠りたい時は眠らす時はいいですよ。いろいろショックだったんでしょうからな。まさか優子ちゃんの母親が騎竜院ラ行だったとはね。僕もマトイ博士から何も聞かされてなくて、もっと早くに気づいていれば何かケアができたんでしょうが。まあ悔やんでも仕方がない。生きてりゃいいこともある。父ちゃん、おお、生きてたか。さすがは満感色の男だね。いいこともある。確かに。ごめんな、やっぱ姉ちゃん見つかんなかったよ。お前、満感色を探していたのか。うん、本能町にいるや姉ちゃん飲み込んだ布切れ野郎を見つけられるかと思ってたんだけど、途中から生き延びるのが精一杯になって。よく頑張ったよ、マタロ。嘆くな嘆くな、満感色の娘がそう簡単にくたばってたまるか。おい小僧、お前の姉さんは必ず救い出す。このガマゴーリーらが全身全霊を傾けてな。鎖骨が砕けるよ。父ちゃん、おお、こりゃ折れてるな。兄ちゃん、慰謝料1000万円もらおうか。1000万。あなた方一家を見てるとまだまだ人類は生き延びられる気がしてくるな。